ムバカンガ、またはムバカンガは、南アフリカのズールーの音楽を起源とする音楽のスタイルで、世界中のミュージシャンに影響を与えている。このスタイルは、1960年代初期から始まっている。初期のムバカンガのスターであるミリアム・マケバ、南アフリカでは、歴史的に様々な人種差別法によって異なる民族の融和を防いでいた。そのため、 ほとんどの音楽アーティストは他の民族から知られることはなかった。音楽ジャンルのムバカンガはこの期間である1960年代に発達し、今日まで大部分の主要なレーベルは白人が経営しており、黒人アーティストの所属は極めて少ない。ズールー語でムバコンガとはトウモロコシコの粥を意味し、日常的に人気のある音楽である。ムバカンガは 仮想階級の人々に人気があり、都会のアフリカ人にはジャズが人気があった。仮想階級の人々は都市に永住することが許されなかったが、地方の田舎では生活を維持することがままならなかった。ムバカンガという音楽はそうした人たちの精神的な糧となっていった。まさに音楽の日々のパンである。ムバカンガのミュージシャンの収入はわずかだった。例えば、 ソエトとのライオンことマハラティーニは貧しいまま死んだ。マハラティーニが示す通り、南アフリカの黒人ミュージシャンは搾取されていた。1960年代のムバカンガグループは地元のラジオ局では放送してもらえず、レコード店の外で監修を呼ぶために演奏しなければならなかった。ムバカンガは1960年代に南アフリカの市民で発展していった。 西洋の楽器を使用することにより、ムバカンガが南アフリカ風ジャズに発展していった。音楽的には西洋の楽器編成と南アフリカのボーカルスタイルが融合している。多くのムバカンガの研究者は、マラビトクウェラが合わさったと考えている。ムバカンガは人種差別がある国で黒人と白人の交流に貢献した。ソフィアタウンなどでムバカンガは支持されたが、 白人至上主義の政府がこの時代に終わりをもたらせた。ムバカンガは、南アフリカ放送協会による駅でのラジオ放送で、人気を得た。初期のアーティストは、ミリアム・マケバやドリー・ラセベ、レッタ・ムブルなどである。ムバカンガは、バブルガムと呼ばれる、南アフリカのポップミュージックにとって変わられる1980年代まで、その高い人気を維持した。なお、 バブルガムはムバカンガに非常に影響を受けている音楽である。現在も活動している数少ないムバカンガバンドにクール・クルーナーズがある。1950年代中頃までに南アフリカの民族音楽の人気は人口が増加する都市に対して高まった。典型的な地域はヨハネスブルグの近くにあるソフィアタウン群区で1930年代から黒人が生活する地域である。 ソフィアタウンとアレクサンドラは黒人が土地を所有することができる珍しい自由土地保有地域だった。ソフィアタウンは新しい音楽の演奏者たちにとって魅力的だった。この地域は急速に発展する黒人音楽文化の重要な名前となった。しかしソフィアタウンの住民がソエトなどの新設された軍区に強制的に移されたとき、この時代は終わってしまった。 ムバカンガを初期に革新したのは、マッコナツホーレバンドである。ムバカンガは、マラビとクウェラを融和させたもので、マラビの周期的な構造は、ズールーのインジャムのような伝統的なダンススタイルと、ビッグバンドスイングが混ざっている。インジャムの要素が入ることにより、アフリカンストンプスタイルに発展した。特に、アフリカのリズミカルな衝撃が加わったことにより、新しい慣習に受け入れられた。 ギャロレコードのアフリカ部門の経営者であるルパート・ボパペは、マッコナツ・ホーレバンドとマハラ・ティーニ、新しい女性コーラスグループマホテラ・クイーンズを引き出した。これは、ムバカンガが本当に飛び立った時で、マハラ・ティーニとマホテラ・クイーンズに加え、ミリアム・マケバやドリー・ラ・セベ、レッタム・ムブルなどの1950年代からのスターも多くのファンを呼び、ダーク・シティ・スターズや、 ソウルブラザーズも続いた。ムバカンガのミュージシャンは他には、サイモン・ババモ・コエナやウェストン講師がおり、講師は1990年に、マッコナ・ゾホーレバンドを脱退してから1998年に、亡くなるまでそのソロキャリアは成功していた。現在も活動している、ムバカンガグループである、マホテラ・クイーンズ・ムバカンガは1970年代に、西側の音楽であるソウルとディスコの影響で、 人気が薄らいでいった。労働移住者がスポットライトに当たらなくなり、監修はよりと開花された、言語、ボーカル、楽器のスタイルを求めた。しかし、1983年から1986年の間に人気が復活した。それは、アメリカ人ミュージシャンのポール・サイモンが、アルバム、グレーズランドとそのツアーで、南アフリカの音楽を取り入れたためである。 マハラティーニとマホテラ・クイーンズはフランスのフェスティバルと1988年のロンドンでのネルソン・マンデラの70歳バースデーコンサートに出演した。彼らのスタイルにはロビン・ウォールドなどの南アフリカの白人ミュージシャンも影響されていった。ベテランのアフリカ・ン・スピアのアコーディオン奏者ニッコ・カーステンスはムバカンガのヒット曲を制作した。ムバカンガは 1980年代にバブルガムと呼ばれる新しい音楽ジャンルにとって変わられていた。バブルガムはダンスポップでムバカンガと他に人気があるアフリカのスタイルに影響されている。1976年にテレビが導入され、バブルガムはすべての人種の音楽として販売が促進された。バブルガムは都市人気が高くイボンヌチャカチャカ。 ブレンガファッシュなど多くのミュージシャンが成功した。ムバカンガからのバブルカムへの流れは、さらに、クワイトというジャンルへ繋がっていった。マホテラクイーンズやソウルブラザーズなど、いくつかのムバカンガ奏者は、現在も活動している。ムバカンガは、世界中のミュージシャンに影響を与えている。例えば、ノルウェーのグループである、リアルワンズは、2003年のアルバム、ディスイズキャンピングで、 ムバカンガをトリビュートした楽曲を収録した。ありがとうございます。